流祭肝心正積が、京化百物語より、小坂部姫、鳥山赤縁、根弱がと俗百鬼より、小坂部北尾正美、要開着頭庁より、行部姫小坂部姫は、日本の妖怪、姫路城に隠れ住むと言われる女性の妖怪である、商業部姫、押坂部姫、小坂部姫とも、姫路城の天主に隠れ住んでおり、年に一度だけ上司と会い、城の運命を告げていたという、 松浦清山の随筆、講師阿波によれば、お阪部姫が、このように隠れ住んでいるのは人間を嫌っているためと、あり、江戸時代の怪談集、諸国百物語によれば、天守閣で、針馬姫路藩書大藩主、池田三左衛門テルマサの病気兵誘のため、家事糸をしていた、比叡さんのアジャリの前に、三十歳ほどの怪しい女が、現れ、退散を命じた。逆にアジャリが叱咤するや、 身の丈二条もの鬼神に返事、アジャリを蹴り殺して消えたという。小坂部姫の正体は一般には老いた狐とされるが、井上内親王が息子である、大坂部親王との間に生んだ不義の子、伏見天皇が長愛した女房の霊、姫寺城のある姫山の神などの説もある。姫寺城が立つ姫山には、行部大臣などの神社があった。この神社が、大坂部の名の由来である。ただし、 初期の伝説や創作では、白化け物などと呼ばれ名は定まっていなかった。この社の祭人が、具体的に誰であったかは、諸説あり不明だが、やがて、城の神であり、城主の行いによってはたたると考えられた。これに関しては次のような事件がある。関ヶ原の戦い後に新城主となった、池田テルマサは城を大規模に改修したのだが、1608年に、新天資格が完成する頃、 様々な会議が起こり、1611年にはついに、テルマサが病に伏してしまった。これが、行部大臣のたたりだという噂が流れたため、池田家は城内に、行部神社を建立し、行部大臣を先座した。この行部明神が、多くの御殿を生み、稲荷神と集合するなどして、天守閣に住む狐の妖怪という伝承が生まれたと、する説もある。民族学研究所による、 総合日本民族語彙では、姫路から備前にかけての地域では、蛇がサカフと呼ばれることから、お酒部姫を蛇神とする説が唱えられている。諸国百物語では、性別もはっきり決まっていなかったが、やがて女性と考えられるようになった。これには、姫路からの連想があったと考えられる。また、老王沢では、稲わしろ城の妖気、亀姫と同種の化け物として併記され、 泉教科の儀曲、天使物語では、義理の姉妹となっている。前橋市での伝承では、1749年に、姫路藩より、前橋藩へ転封した松平朝則は、姫路城から大阪部神社を放線し、前橋城の守護神とすべく城内羊猿の方角に、混流した大水害で城が破壊され、川越城への移転が決まったところ、 朝のりの夢枕にお酒部姫が現れ、川越へ神社も移転するように願ったという。しかし朝のりは水害から城を守れなかったとお酒部姫を質問し、お坂部神社をそのままに川越へ移った。その直後に朝のりが若字にしたのはお酒部姫のたたりと言われる。前橋では現在、前橋東照宮にお酒部姫が合志されている。鳥山石園の 今尺がと続百鬼では、お酒部とされ、コウモリを従いた老姫の姿で描かれている。一方で、江戸時代の喜談集、老王沢では十二単を着た気高い女性とされ、故障の森田図書が肝試しで、天守閣に駆け上ったところでお酒部姫と出会い、何をしに来たと尋ねられて、肝試しですと答えると、その度胸と率直さに感心したお酒部姫は、肝試しの証拠品として、 シコロをくれたという。イハラサイカクによるサイカク諸国話では、オサカベ姫は800匹の眷族を操り、自在に人の心を読み透かし、人の心をもてあそんだと、妖怪として人間離れした記述がなされている。北尾正美による奇病史妖怪着盗聴にも、行部姫の表記で登場しており、同書では、オシサカベ姫の顔を見た者は即座に命を失うとある。 明治18年頃に刊行された宮本武蔵の実録物、コンフルミ力像保衛遊美団によれば、宮本武蔵は武者修行の旅の途上で、宮本七之助の名で足軽として、姫路城主の木下勝利に仕えていた。その頃、商業部大明神を祀っていた姫路城の天守閣では、会議が相次いでいた。誰もが恐れる天守閣の予番を無事に乗り切ったことで正体が、 発覚した武蔵に、上司は改めて天守の会員の長伏を頼む。武蔵が明かりを手に、天守閣の五十名と上がり、明け方まで過ごしていると、商業部大明神の神霊を名乗る女性が現れた。女性は、ここに救っていた年数百年の古着爪が武蔵に、恐れをなして逃げ出したと告げ、武蔵に褒美として、名刀、郷義弘を授けた。だが、これは女性に化けた狐の罠だった。 郷義弘は、豊臣秀吉から配慮した木下家の家宝であり、狐は武蔵に罪を着せて、城から追い出そうとしたのである。狐の目論見みはうまくいかず、武蔵は罪に問われなかった。狐は、その後、中山金吾という少年に分けて、武蔵に弟子入りしたところを見破られて退治される。この逸話は、お酒部姫と結びつけられ、前日の老王沢をもとにした話と言われている。 公尺氏、小金屋室による公演の口実筆記という形で、大正4年の大阪毎日新聞に連載された、宮本武蔵にも、コンフルミロクゾウ録ユー英雄ガンとほぼ同じ筋立ての、狐大事のエピソードがある。こちらでは、武蔵が名乗った偽名は、滝本又三郎となっている。姫路市の地元では、武蔵の狐大事の逸話が、昔話という形で広まっているが、 郷義ヨが盗品であったなどの講談の部分が省かれ、美談で終わることが多い。ありがとうございます。